また痛ましい事件が起きてしまいました。先日もね、送迎した幼稚園保育所の方で送迎に関わった、保護者の方がですね、他の園児さんを引いてしまってそのまま亡くなってしまったというね、そんな痛ましい、本当にね、幼稚園保育所っていうのは子どもたちを安全を第一に考えてねやるところで、こういうこともねやっぱ起きてしまうんですよね。で今回ね、どこだったかな、福岡でしたっけ、福岡ですね、福岡の方で5歳の園児が亡くなってしまったということなんですけども、これがねちょっとね私としては信じがたいことなんですよ。送迎バスでまずはね朝のお迎えに行きますよね。子どもたちを順番にピックアップして、で幼稚園保育所にバス戻ってきます。それで子どもたちを全員降ろした後で鍵をかけるわけですけども、車内の確認だとこうやってすれば済むと思いますし、そんなにね子どもたちの人数も50人100人いるわけではないんですよ。私ちょっとバスの現物を見させてもらったんですけども、せいぜい乗って10人ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。でしかもこのバスを運転してたのが園長さんということで、園長さんもかなりねお忙しくって、運転手の方を通常はここにつけるはずなんですけども、園長さんが自ら乗っていたってことはちょっとね人員不足とかっていうこともあったんでしょうね。その辺は本当苦しい状況を同情するんで、一方的に責めるばかりではいけないかなと思うんですが、ただやっぱりね命を失うことほど危機管理ができていないことになると、ちょっとそれはね看過できないなってところはあります。他のことはもうかなり細かく手厚くされていたと思うんですけども、この園長さんもね一人の子供を死なせてしまっては取り返しがつかないですよね。で5歳の男の子だということなんで、実際自分で考えて動いてね、鍵とかも開けたりとかすることできると思うんですよ。でも外から鍵をかけられてしまったらもうね出られないですよね。窓ガラスを割ることも5歳の力ではとてもできないでしょうしね、車内に閉じ込められてどんどん温度が上がっていく中でものすごくね喉も渇いたでしょうし、怖かったでしょうしね、大きな声で泣き叫んでそこら辺通る人に呼びかけたかもしれませんけども、それは虚しくねだんだん衰弱してそのままもう声も出せなくなって、体中から水が抜けてですね、で車内はどんどん暑くなっていきますんで、この季節ですからね水ぶくれがいっぱいできて怖かったでしょうね。想像するとかわいそうでならないなと思いますね。同じ子供を抱える身として私もね、他人様に自分の子供を預ける環境っていうのは本当にね信用できないってところからスタートしてるんですよ。どんな人に自分の子供を預けていけないんだろうかとか、他者の子供をねそんなに大事にしてくれる他人はいるんだろうかとかね、こういう事件が起きるたびに思うんですけども、それだったらねずっと家にいてもらってもいいかなとも思うところもあるしね、ただやっぱり外に出させるという経験も当然必要ですんで、誰に預ければいいのかなっていうのは本当不安に思いますね。きっとねこの園長先生の管轄する保育園、他の大勢のお子さんもそこで喜び楽しみ学び卒園していったことでしょうし、この保育園にね入れてもらうことを切に願って、いろんな就職証明を取ったりとか手続きをしたりしたお父さんお母さんいたでしょうね。でもこういう事件が起きてしまってもう本当取り返しがつかないっていうかね、このトーマ君のね亡くなったトーマ君のおばあさんがインタビューに答えてます。トーマを返してほしいと。いや本当そうですよね。5歳の男の子のおばあちゃんというとまだね60代ぐらいなんじゃないですかね。きっとトーマちゃんが生まれた時から一緒に遊んで将来は一緒にかけっこするんだとかね、トーマくんってお年玉だよとかね、誕生日おめでとうとかね、いろんな思い出があったと思います。でもここでそれが断ち切られてしまってもう二度と出会えることはなくなってしまいました。もうこれはねおばあちゃんもね生命力を失われてしまったんではないかなと思うんですよ。どうやってこの先生きていけばいいんだろうかとかね、お父さんお母さんその他この園にいる他の園児の方も保護者の方ももう通わせられないわみたいなことになってね、そしてなんて言いますかね、この園長先生もこれからの人生本当にねなんかこう笑うことができないようなねそんな、思いに駆られてしまうんじゃないかなと思います。これね園長先生一人をね吊るし上げて済む問題ではなくて、やっぱりこういった保育園とか幼稚園の体質を変えていかなくちゃいけないんですよね。まずはちょっと忙しすぎて給料が安すぎるっていうこの現状はなんとか変えないと、こういう事件はまだまだ起きると思います。もっともっと予算配分して
まあ、運転手の方はねしっかりと雇えるようにしたり、それから運転手に車掌さんみたいなね二人体制にできればしていくとか、いやお金さえあれば救える命ってのはそういうことなんですよ。金がないから切り詰めて、そしてもう確認もねそこそこに次の業務に入らないといけないという余裕のなさがこういう事件を生んでると思うんですよね。だから私はこの園長先生、当然園長先生には責任がありますけども、でも園長先生の責任を問う前に、こういった状態を放置していた、まあ、国ですとかね地方自治体とかそういった環境の責任は重いと思うんですよ。でそういう環境に当てはめられたら、どんなに優秀な人もその優秀さを使う前にこういった事故に、苛まれてしまうんじゃないかなと思いまして、今回はお話しさせていただきました。これはね生活保護の問題にも関わると思うんですよ。生活保護受給費が安ければそこで苦痛は生まれるけども喜びは生まれにくいってことなんですよ、ね、働ける方は働いてお金を稼ぐ道をどんどん追求できるでしょうけども、そうじゃない事情の方に対してまるでね、働ける体を持っているから働けよみたいな、そういうねわけのわかんない言い方する人が未だにいるんですよ、うん、精神的に参っちゃって働けない人もね、やっぱり私たちは社会で手厚く保護していかなくちゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。私はたまたま稼げる人間になったんで余計に思うんですよ。自分にこの能力がなかったら俺はどうなっていたのかなと。で実際に稼げる能力なかなか身につかなくて苦しんでらっしゃる方がいることを日々のご相談の中で垣間見るとですね、一人でも多く何かね助けていくって言ったらおこがましいんですけども、私のようなものがお役に立てるんだったら、その一助になるんだったら発信をやめないぞという気持ちになりますね。はい、まあ今回ね本当に痛ましい事件で、うん、幼稚園保育所というね子供たちが自分たちの能力をね最大限伸ばすべきところで、うん、人生の終着駅が不意に訪れてしまうというね、日常の中に死は潜んでいるんですよね、うん、まあ、ですんでね、貴重な一日を貴重にするために、私たちももっともっと男を磨いていかないとなというところでございます。それでは本日は以上です。本当にご冥福をお祈りいたします。